はい、あっちゃんです。あっちゃんのファンの人、ものすごく心が広くて優しいです。ありがとうございます。はい、こんなね結構自分でやっててもむちゃくちゃなことやってるあっちゃんやと思ってんねんけどね、ほんとこんなあっちゃんをねいつも支えてくれてるファンの人ほんとありがとうございます。いやほんと感謝してます。でいつもねコメントも返せへんねんけども、なんでかって言ったらね、ファンの人っていうのはあっちゃんのこと分かってくれてる、だからこれ以上言うことがない、ありがとうっていう心をみんなに伝えるために毎日みんなが喜んでくれてる動画をいっぱい出します。それで答えさせてもらってるつもりです。であっちゃんのことを勘違いしてる方、この人勘違いしてるなっていう人、もしかしたら分かってくれるかなって思ってる人にはコメントを返して、そこ違うんだよって伝えてる。それでもわからないやつはクソアンチにいてします。はい、ということでね、あっちゃん応援してくれてる方のために今日はコメントを返させていただきます。はい、その前に一言、ラバさんごめん、また挨拶使わせてもらいました。オープニングトークね、前回の動画の引き続きでね、ジキルとハイド、白と黒、罪、善と悪と分けたら、ね、こちらが善側のファンの方にね、ちょっとね、サービスさせてもらうのでね、ちょっとよく似た動画にしていこうかなと思って、はい。ということで、いきましょう。ブロッコリーの動画のところに、スケさんがコメント書いてくれてて、しっかり向き合って、しっかり話し合ってね、ありがとうございます。子供とはね、しっかり向き合って話します。ちょっと待ってね、パタブレット折り曲げた。こっちの方が使いやすいかな。モチベーションのところにコメントくれた、鮫島さん、エベレスト登山したらすごいと思います。私はあっちゃんがエベレストを登るのを応援します。ありがとうございます。エベレストはあっちゃんにはね、ちょっと無理やと思うねん。ほんのちょっと無理かもわからん。体力ないから、せめて天保山で許してください。はい。カニちゃん、ライブとか見てるあっちゃんはねは優しくていい人なのに、もう少し素直になったらと思うことあるな。ありがとうございます。ドラマに出てくる悪役さん、すごく素晴らしい人で、ボランティア活動で道路掃除をしたり、慈善事業をしたりしてるね。でもドラマのスイッチ、用意スタート、カチンってカチンコが鳴った瞬間に悪役に徹せられねえね。それがアクター、俳優さんなんね。あっちゃんも YouTuber には徹してやってます。悪になる時もあります。鬼になる時もあります。もちろん優しい反面見せるところがあります。演じてます。はい、許してください。ライブの時はやっぱりリアルタイムなんで素が出てしまうのかもわからない。かな？素かな？演じてるかな？それはあなたが選ぶことです。嘘。そんないい人じゃないかどうか知らんで、あっちゃんの素のあっちゃんはどうやろ、分からへん、自分でも分からへんね。ナボボさん、あっちゃんちゃう、ちゃう、あっちゃんのサインいいなって、視聴者さん楽しそう、またできたらオフ会やって、オフ会またね、今年来年にかけて、今年年内ね、まだ何回かやりたいと思ってんね。実は来週、今日22日がちょうど来週ね、29日大阪、病院行くからね、その時にオフ会をしようと思う。まだ全然決まってないの。だってこれ突然だからね、ピョコって来てくれたらなと思って、はい。というところです。はい、はい、クミネさん、映画かっこいい、ありがとうございます。はい、サインね、はい、オトフェチズムチーさん、ね、モチベーションの泥棒のところね、動画のところで、わかるよって、その気持ちって、そのありがた親切が毒になること、そうなんですよ、やっぱ分かってくれて嬉しいなとね、分からんとね、ぐだぐだ言ってる人もおるけどね、こうやって分かってくれる人がいたら嬉しいです。あっちゃんそのために動画出してるんでね、そうだからね、モチベーション泥棒の人に分かってもらえってなかなか難しいんだけどね、モチベーション泥棒が周りにおる時に関わらないっていうか、そういう人たちが、この人たちがモチベーション泥棒だなんて言ったら回避する方法もあるんで、ぜひね、そうやってモチベーション盗まれないように、気をつけてください。はい、はい、
にゃんにゃん50さんがお弁当の動画にね、毎日ご苦労様です。美味しそうだな、ありがとうございます。はい。すごいね、そういうコメント、すごい励みになんね、ありがとう。はい。ななみどりさん、あっちゃん超かっこいいねって、私もサイン欲しい、ありがとうございます。ね、京都のね、サイン会の時の、動画のところに、はい、またオフ会の時とかね、実際会った時にサイン求めていただければさせていただきます。だいぶね、完成形が出来上がったんでね、またでもちょっと拙いサインやね、もっともっと練習じゃなかったけどね、はい、ありがとうございます。はい、ペジャコさん。あっちゃんそれを、モチベーションのところね、あっちゃんそれは素晴らしい意見ですねって、私も大賛成です、ありがとうございます。前向きな意見、こればっかりのコメントがいいんですね、その一言余計です。はい、もちろんいいに決まってます。なんでかっていうと、そういう前向きな言葉を吐くことによって、誰が良くなるか、あっちゃんじゃなく吐いたあなたが良くなるんです。でもいつも前向きな言葉を吐いてると心が前向きになっていく、後ろ向きな言葉を吐いてると心も後ろ向き、すさんでいく、すさんでいくからすさんだ言葉しか出てこない、悪循環になってアンチコメントになっていくんでね、アンチ化していくんでね。だから、前向きな言葉で生きていく、だからそういう習慣をつけることは大事なんで、最後の一行がなければ100点です。はい、七緑さん、もうほっといてよっていうのが変わってだからね。はいはい、もうほっといてくれればいいよね。そうそう、関わらないでねっていうことよね、本当にね。うん、はい、上から目線でいいでしょさんが、サイン会のところに、書いてくれてるんだけど、アンチコメントやめなよって、ちっちゃい人間ってバレてるんだよ、つまらなかったら次回見なければいいだけなのに、それでも見てコメントするとか変態、頭おかしい人だからね、で50さんが、同感ですって書いてくる。その通りやね、やっぱアンチコメントする人って小さいね、自分が小さいから大きく見せようとかしたり、自分で自分を認めようとするから、アンチコメントをする。だって人の嫌なことを言うっていうのは平気で言えるっていう、まあ、病気の人もいてるけども、病気って言うたらおかしいな、ちょっとね、そういう精神的な、症状を持ってはる人はいてるけど、それを別としてね、やっぱり平気でこれ言える人っていうのは、自分が小さいから周りが怖いから虚勢を張る、小さい犬ほどよく吠えるっていうけどね、それと一緒で、やっぱりギャー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 人 の, 悪いこと、マイナスなことを言うっていうのは恥ずかしいことやねんね。だから小さい、私は小さい人間ですよって、だから大きな犬って吠えへんでしょ、小さい犬キャン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 吠えるでしょ、キャン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 吠えてる自分で、自分が小さい犬だよって言うてんのと一緒やねんね。うん、だからそういうことなんね。はい、ありがとうございます。ね、はい、熊野プーさん、モチベーション、あっちゃん席、ありがとうございます。はい、レモンティーさん、あっちゃん一人暮らしならいいんやけども、子供が周りが見てて、政党の教師も見てるよって、甘えたらいかんよって、何が言いたいのかわからん、うまく持ち上げてと言わんと動かないことね、動かないってことね、子供たちが親、友達の親に行って、また親の友達がママに行って、ママ友が友達に行って広がるよって、ね、広げるためにあっちゃん言ってんの。人を動かす時にどうやって動機づけするかっていうと、やりなさいっていう命令口調、上から目線の命令口調で、やったところ、この動画で言ったかな、違う動画で言ったかな、北風と太陽の話と一緒やねんけども、いくら押しても引いてもダメなもんはダメなんね。それはやりたいっていう気持ちにさせることやねん。じゃあね、 あっちゃん今ちょっとコーヒー飲んでるんだけど、コーヒー食べると、ここのカップにコーヒー、おいしいコーヒー入ったから飲めや飲めやって言われても飲まないね、飲みなさいって言われても飲まない。でもこの中にコーヒー入ってるんだけど、毒が入ってるか分からへん、でもそれでも、ね、これ飲むとあなたのためですよみたいな、だから前向きな言葉は、ちょっと立ておかしかった、ごめん、もうやめとこう、本当で、まあ、前向きなことを言ってあげると、前向きにやりたいなっていう気持ちになる。だからやりたいなっていう気持ちになれるためには、うまく持ち上げてやるっていうことが大事やねんね。それをできないのが日本人やねん。だからそれをすることによって、人間って伸びしろはかなり変わってくんねん。それをあっちゃんは伝えたい。だからこれは、ほんまに学校の先生であったり、生徒であったり、生徒の親であったり、みんなに見てもらいたい動画やねんね。うん、だから人を動かすときに、上から目線で物を言うことによって動くことってまずないの。いやいや動くの。なら成果も上がらへんし、いやいやする。学校の宿題、レモンティさんが学生の頃宿題とかしたやんか、その時に学校の先生が、宿題しなさい、明日せへんかったら立たせますよ、残ってさせますよって言われて、しぶしぶしたですか、それとも
宿題することによって私の学力が上がったら、ね、あの勉強がすごく簡単になる、楽になるからしようっていう気持ちでやったか、大体前者の方が多いと思うね。だから先生は宿題出す時に、この宿題することによってあなたの未来についてこんなことになるんだよ、偉いよ、一個すると偉くなるんだよ、よしよしって頑張ったらね、その頑張りが蓄積であなたの頑張りっていうのが生まれてくるんだよって。だから、なんていうのかな、学校の勉強なんて役立たへんって最初に先生言わへんやん。学校の勉強はしなければならないから、しなければならない、しなさいって言うでしょ。そうじゃなく、この勉強をすることによって何も役に立ちません。でも勉強、ある程度の時間で勉強するっていうことが大事。大人になると何時に何時までの締めに何をしないといけない、それをできるために今の勉強してるんだよ、役立つんだよって言ったら、あ、それやったらしてみようかって思うでしょ。それと一緒で、自分がどうやったら、言われてするんじゃなく自分から率先してするためにはどうしたらいいのかって言ったら、そういう言い方をしてあげるのが一番いいのね。だからあっちゃんはそういう動画にしてる、動画主やからね、やっぱり影響力のある人になりたいということで、こういう話にしてます。はい、モチベーション動画とかにまちゃんがくれてるところで、あっちゃんの言いたいことはすごくわかります。人それぞれの価値観がありますよねって。自分の価値観を他人に押し付けるのは私も納得できませんし、矛盾してると思う。その通りですよね、ほんま。その通りやと思う、あっちゃんも。そう。ね。ちいちゃん、福田ちいちゃんが、お弁当の動画にね、たっちゃんおはよう、お弁当おいしそうだわ、あっちゃん上手、ありがとうございます。はい、そうやってね、いい意見いただけるとね、もっとおいしい弁当、明日作ろうかなって思う気にもなるしね。はい、ちょっとかき食べます。はい、モチベーション泥棒のところに、おいお茶さん、ほんまやね、あっちゃんはちゃんと分かってくれてる人間やと思うから、好きやねん、今まで違ったタイプやなと思う、やるのというのはわけが違う、大変な時間もお互い費やすわけだから、あっちゃんこれからも動画を楽しみにしてる、ありがとうございます。はい、辻子飯さん、寒そう、ブロッコリーのところにね、寒そう、うちの会社も北海道なのに冬の間ストーブをつけないで電気毛布で過ごしているつわものがいるよ、何の話やねん親に何回もモチベ奪われることがあって、くっそと思うことがあったけど、結局親に感謝してるし、親に言われたことで染みついてることもある、身に染みてることもある、どんな言葉が覚えてないはい、きっと子供の子供さんもなんやかんや言うけど絶対感謝してると思う、イライラしたらお寿司食べたら治る、あ、食べに行きます、ありがとうございます、また週末食べに行こうかな、お寿司ね、ほんまその通りやね、うん、ね、で、はい、マルミンさん、あーちゃんうんじうんじだってうんじとか面白いやんか、砂かけ坊さん、あーちゃん例え話にうんこ使うの好き好きです、はいしかも朝から私のうんこ最近うんこ出ない時はね、何が効くやろうな、紅芋パウダーをヨーグルトに混ぜて食べてみて、あっちゃん結構すっきり出た、アマゾンでね、紅芋パウダー、紫芋パウダー、送料込みで3、400円で売ってるんで、それをコピーした R1 に混ぜて食べてたら結構ブリ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 入れます、はい、アイドルやからしなかったんだ、ごめんなさい、忘れてた忘れたが、あ、設定忘れたね、アイドルだからしないの、はい、聞いた情報です、はい、はい、はい、なんて読むのやろこれ、なんか分からへん、シャネルのマークついた人、ミっていう、ヘビみたいな、ミみたいな字に姉みたいな人、ミアネ、ヘビアネっていうのかな、3、他の YouTuber はアンチ動画なんて上げてませんよ、 YouTube、やってれるんだから覚悟しないと、大手 YouTube だって、アンチいっぱいいてますよ、いちいち動画に上げてない、メンタル弱いんだな、もっと他の YouTube 見てさらっとスルーするように、気にしすぎだよ、ありがとうございます、これの前に上げた動画かな、ラファさんの動画 あのオマージュさせてもらった、ラファさん、ラファエルさんって言ったら、まあまあ日本でも大手さんで、それに、関西
でナンバーワンって言われてる、ね、ちょっと今あれやけどもね、あの炎上事件があったけども、飛ぶ鳥落とす勢いのヒカルくん、その2人でタッグ組んでアンチボコボコに芝生動画やってたよね。はい、大手さんもアンチ対策でいろいろあるんです。で大手さん、まあ某大物 YouTuber さんが集まる日本で一番大きな事務所さんは、事務所絡みでアンチ対策をやってます。はい、みんなあの表面しか見てない。で大手さんはあのいちいちアンチに絡まないか、絡む暇がないんです。うん、あっちゃんはまだまだ動画を撮ってる間で、うん、アンチさんに関われる。だってこれはね、世の中の常やねんけども、何のために、大企業はクレーム対処係っていうね、何十人何百人もテレオペ置いてクレーマー対策してるのかって言ったら、クレーマーを面倒くさいから対策してるんじゃないね。クレーマーをさえファンに変えてしまうっていうためにクレーム対処をやってんねんね。アンチの人、これ言っていいのかな、アンチは、これはね、ラファさんの動画で言ってたんやけど、柴田の名言らしいねんけども、ファンは飽きたらいなくなる、アンチはいつまでもいてる、うん、いつまでもいてる、まあ、金づるやと、はい、っていうことやから、アンチに関わって絡むことによったらアンチはいつまでもおるんよ。アンチは金づるなんよ、うん、だから金づるやから嫌なら出ていけばいい。でもあっちゃんは金づるやから絞り取るまあ絞りって言い方悪いけどね、まあ、アンチが見に来ることによって、ね、企業広告さんがね、あっちゃんについて収益になる。だからアンチからやったら平気でいくらでも儲ける。でもあっちゃんね、ファンの人に見ていただいて収益いただいたらありがたい。でもアンチが見ていくのは、見るなって言うとの見に来るってことは、自然発生する所得やねんね。うん、だからそれはね、動画の足しにさせてはもらってんだけどもね、まあ、ありがたいっていうや、ありがたい。企業さんにね、そんなバカアンチのためにお金を出してくれてる企業さんはありがたい。でもね、そうやって企業さんの CM をあっちゃんとこで無駄遣いするバカアンチは、まあ、バカやなとは思うねんけどね。わざわざ文句言いに来て見に来る。でもそうやってここまで言っても離れへんっていうのがバカアンチな。しつこくね、4つも5つもアカウント取って切り替えてね、来るやつもおったりもする。うん、でもその中でやってるのは、このヘビアネさんが、まあね、表面しか見えてないとは思うねんけどね、他の YouTuber さんはメンタル強い弱いとかじゃなく、かなりメンタルに来てます。アンチ大手さんでも来てるからこそ、事務所がそこを対処して、結局言っちゃおうか、大手 YouTuber さんはコメントなんて見ません、はっきり言って。全部いいコメント、悪いコメント、精査されたコメントだけが送られてきて、事務所で全部葬り去ってます。はい、それが、まあ芸能人もそうやけどね、嫌な意見っていうのはそうやって、全てその人には伝わってない、中堅までやから自分で管理してるから自分のホルダーに来るけど、大手さんは自分のホルダーに来る前に事務所が葬り去ってます。はい、まあ、それが現実なんですね。はい、な、見に来てくれてるからファンかな、このコメントは分かんない。うん、はい、チョコモカさん、扇風機片付けないの？扇風機はね、サーキュレーター代わりに使ってんね。今もちょっと見て分かるかな、回ってんでしょこれ、向こう向けて回すんよ。だからね、ファンヒーターで来る風を上上がっちゃうから、上がったやつを下げるのに部屋すごい温まんねん。今だから最低温度12度で回してんねんけども、室温が今ね18度まで上がってんの。うん、ってことはそんだけ循環して回んのよね。うん、だからサーキュレーター、冬はね、扇風機を直すっていうのはもったいない。だってね、ストーブ温度をね1度2度上げたらね、灯油の値段が1ヶ月で何千って変わってくるね。でも扇風機なんて1日回してもね、1ヶ月30円ほどしかかからへんね。1日ね、1時間 0.05 円やねって、扇風機って。じゃ最弱で回して 0.05 円、さ今日で回しても 0.6 円ぐらいやねんけどね。ってことは10時間回しても、0.5 円、ってことは、10日回して5円、30日回して15円だね。15円で灯油のね、ストーブの温度を1度2度下げられたら、かなり節約になるね。うん、だから扇風機は直さないでおきましょう。直すメリットは1個もないです。ちなみにサーキュレーター方が電気代高いらしいよ。高い言うても 0.08 円とかそんな、うん、らしいけどね。うん、はい、
ピッチさん、息子さん学校で何かあったんじゃないですか、サイン出してるんじゃ大丈夫です。学校とはちゃんとね、やり取りもしてんねんけどもね、もう子供学校が嫌なんじゃなく行くのがめんどくさい、なぜかゲームがしたい欲望に負けちゃうんですね。はい、ありがとうございます、心配してくれて。ハムハムさん、ブロッコリーのところね、あっちゃんおはよう、遅刻のことね、社会人になったら本当そうだよね、間違ってないし、いつか分かってくれるよ。息子さん、私も社会人になり独立し結婚して改めて親の言ってることありがたみが分かりました。あっちゃん今日も一日頑張ってね、私もあっちゃん寝る、見ながら頑張ります。ありがとうございます。こういう前向きな意見すごいありがたいね。でこういうの見るとほんまに今日一日頑張ろうって思えるよね。お互いやっぱり頑張ってねとか頑張ろうって言ったら、人に頑張ってねっていう言葉を自分も聞くから自分も頑張るぞって気になるんよね。それから人を応援することすごくいいことやね。でも人を貶めることによって自分も貶めてんねんね。本当ありがとうございます、ハムハムさん。はい、今日元気になりました。その言葉でね、笑顔一つできるようになりました。ありがとうございます。はい、そういうことなんね。ありがとう。はい、ね、はい、ボンドガール札幌さん、私も30と28の子供がいるけど、何回も同じ経験したよ。それで自分も成長してきたと思う。仲良しの妹さんとおしゃべりしながらゆっくりお茶でもリラックスしてほしいな。今のあっちゃんは認めてほしいんだと思う。人間誰でもあるよ。疲れて心がダメな時、無理はしないでね。たくさんの人が応援してますから、ありがとうございます。涙出そうです、ありがとうね。こうやってね見て分かってくれてる人がね、一人でも二人でもおったらね、本当嬉しいなと思うんだけど、一人二人じゃなくあっチャンネルいっぱいいてくれてるんでね、はい、嬉しいです。はい、僕あっちゃんちゃう、日差しがあるのにとないんだ、気温が全然違いますよねって。幼い頃は雪が降ると嬉しくって雪だるまを作ったり、雪がほんまやね、小さい頃で雪降ったら喜んで外に出たのにね、今も雪降ったらね嫌になって、あのこたつの中に丸め込むみたいな、まりでまりでね、あの子供の頃はワンコであって大人になると猫になるんよね、結局ね。こたつで丸くなりたいね。うちの猫はね、こたつの中で丸くならんすぐ出てきたけど昔猫ってね、タンゴさん、ね、ならそんなに寒いの、こちらは薄手の T シャツで、あったかいな、なら寒いよ今やっと部屋がね18度まで行ったけど寒いよクマのプーさん、あっちゃん泣かないで、自分も泣きたくなっちゃう、子育て難しいね、ありがとうございます、ごめんね心配かけて。でもね、やっぱりね、だんだんね涙もろくなってきた、ね、久保優子さん、おはようございます、こちらは雨です。美味しそうですね、あっちゃんの語り動画好きです、寒いのに部屋を暖かくして風の引かない、ありがとうございます。昨日ねちょっとトーク動画を撮ってて、その時にやっぱり効率の良さを考えるとストーブをつけようと思ってつけるようにしました。で昨日それつけて、今日からねサーキュレーター代わりに扇風機回すようにしてんね はい、ということで、こんな感じにね、あの全部が全部返されへんだけどね、上から順番に、ファンの人のコメント拾わせてもらって返させていただきました、ありがとうございました。はい、こんな感じにね、ファンコメントにも返せる日は返したいと思います。昔はねこうやってね毎日、夜にね、あのファンコメントとかコメントを言葉で返すようにしてたの、会社じゃ返そうってんけどね、無理になってきて言葉で返すようになってね、その言葉でこうやって返すだけでも1日の動画で2時間3時間かかるようになってきて、2時間3時間動画を出してた時期があってんけど、もうこれはダメだと思って、でもうコメント返すのは無理になってきてるね。もう今多分コメント全部、ね、1日のコメントをまとめて返し動画こんなん作ってたらね、多分ねもう6時間とか8時間とかかかって1日作業になってしまうのでね、もう不可能になっちゃって、でこれからもね時々こんな感じに返させてもらいます。でファン感謝動画っていうのもまたね、ファンコメント感謝動画ってね、ファン感謝デーコメント、ファン感謝デーコメント返信動画とか、そんなもまたねやっていきたいと思います。でやっぱりね文字で打つのすごく時間かかったりするんで、言葉で返すかもわかんない、そんな感じでね、これからもいろいろやっていきたいと思います。はい、ということで今日のあっちゃん、
ね、前回のアンチコメントをぶった切る動画の裏側、裏側というかこっちが表側、ファンの皆様に感謝動画でした。ありがとうございました、はい、こんな感じね、ファンの皆さんのコメントに返す動画、いいねと思ってくれた高評価、また、応援コメント、要望が多数だったらまたやりたいと思います。でチャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。